こんにちは、皆さんお元気でしょうか。さて、お楽しみの質の無料のオンライン教室始めたいと思います。最近はですね、コメントなどでも50歳とか60歳以降などなどで、膣の乾燥とか、やはり痛みが気になるっていうお話をたくさん受けてまして、そういう状態になってしまうとですね、やはりケアをしないといけない、何らかアクションを起こしてケアをしていかないといけないと思っていても、どうしてもなんかこう気持ちが、めいってしまったりとか、他の忙しいこととかもあると思うので、なかなかこう手が届かないっていう方が多いということでですね、お話を すごくね、いい、コンタクトの仕方、セルフケアの仕方を、お話しできますので、今日よかったらこの後、お時間を作ってですね、簡単にお洋服の上などでもできると思いますので、そこから始めていって、欲しいなって思います。そんな方法です。で、あとね、膣マッサージをもうしているよ。毎日きちんとケアしてね、そういう時間をね取るように自分で意識して生活しているよっていう方は、さらにね面白い、逆にね基本に帰るじゃないですけど、また面白い、発見があると思います。でキーワードはですね、膣の入り口です。膣ってもう外陰唇とか小陰唇全部含めて、外側とか入り口周辺、骨盤底筋も全部含めて、あと内側も含めて全部膣なんですけれども、あとヨニっていう言い方もしますね。で、痛い方ってその中にその、マッサージのためのワンドを入れたりとか、指を入れるだけでも痛いんですよね。で、あと乾燥してるからジェルとかオイルとかつけてもなんかこう気になる。そのもう触っていくこと自体が不快みたいな感じで思っちゃう人もいるし、奥っていう方もいらっしゃるということでですね、で、そこっていうのは本当に千差万別で、人のその日の気分にもよりますよね。だからその私なんかでもマッサージ毎日しててもやはりむくんだりする日はありますけど、やっぱりやればシャッて引いていってくれるので、基本的にむくみやすいです、私も。腎臓がすごい強いわけではないので、汗がかきますし、体重の変化も非常にしやすいような体質ですね。だからアスリートタイプっていう感じではないですね、その体質としては。だけどそこもね、私はね、ケアをすることで、ね、変えていけるんじゃないかなって、膣と出会ってね思いましたね。で、私も基本的には本当に、自分で自分の体に触れに行くっていう集中力っていうか、集中力って言うんでしょうかね、ブロックがあるとは思わないですけれども、教育を受けてないっていうのは大きいと思いませんか。学校でそういう風に しましょうねっていうことも結構ね、幼稚園の時から歯磨き指導とか受け入れますよね。手をしっかり洗いましょうとか、私はその領域だと思ってまして、膣ケアっていうのは。だから、ちょっと外出て行って手をしっかりソープで洗う人もいれば、すごいキチキチ消毒までする人もいますよね。そういう感じで、今日はいいやって言ってこう、外国なんか結構大体な人が多いですけど、日本人の人は割と結構、キチキチやるんじゃないかなって。アジア圏の人ってなんかそういうのすごくしっかりしてるんじゃないかなと思いますけれども、フランスの人もね、結構ね、意外とねきちっとね、やろうという姿勢はあります。靴履いて家の中とかで過ごしたりするじゃないですか、海外の人って。けどフランス人って結構比率で言うと靴脱いで家の中で過ごすっていうのもすごい多いですし、利便性にかなってることはすごくやりますのでね。そんな感じで人によって違うんだよなっていうところで、こう人によってね本当にこう違うっていうところを共通理解しておけば、なんかすごいこう、自分責めとかね、私はできてないみたいな変な感覚にもならないと思うんですよね。そうで、私もなんか子供の時からどっちかというと几帳面というか大雑把な性格だっかだし、忙しいようなこう幼少期を送ってきてましたので、なんていうか、あんまり定着をしてるかって言われるとすごく時間がかかり
で、子育てとかね、これまでチツケアとかチツマッサージもすでにしていたりとか発信してきているみんなとこう共有をね、してきたわけですけど、もう、まあ、情報も流れてますけれども、忙しいこの時代は本当に。うん。もう普通に、家族と暮らしてるだけでも、いろんな心が動きますし、あれしてあげよう、これしてあげよう、これ作ろう、こうやってお部屋をこうしよう、みたいな感じでなるじゃないですか。だから、なんていうかな、私たちの頭の中っていうのはここのヘッド、頭の中は、まあ、アクセスバーズでもそうですけど、もう日々日々、関係性というものがあればあるほど思考してるってことですよね、うん、だからじゃあどうやってそれを無駄なことっていうとちょっとね言い方があれですけど、よりコンシャスネスに感覚的にこうパシパシパシと過ごしていって脳の浪費をこう減らす、そう、仕事が終わったらもう家のことに切り替えてリラックスをするとかね、ずっと考えちゃうとかあるじゃないですか。そう、あの人がこう、この人がこうとかで、そこをいかにシフトして自分で持っていけるかっていうところですごく現実に影響してくると思います。あとエネルギーもすごくその辺で消費していくっていうか、エネルギーに関係してきますよね。ずっとそれやっているともう疲れてきちゃって疲弊していきますよね。そう、じゃあどうしたらいいのかっていうと、リラクゼーションするとかマッサージ行くとかいろんな方法ありますが、もっと根本的な、もっとエネルギーって言ってもその日常のことじゃなくて、ぐわっとなんかほら社長さんとか経営者の人とか、私も結構エネルギーが強いって言われます。龍神さんとか持っちゃってるし、うん、だけどまあその波はあるじゃないですか。そうだけど、そういう感じでなんか底上げするっていうか、うん、何かを始めるとか変革していくとか、引き寄せるとかいう時はエネルギーがぐわってこう高い状態がいっぱいポンポン来るわけです。だからその芸能界とかね、そういろいろ成功していく人っていうのはその辺がずっとこう高いところにいるから、栄養とかね、もちろんその栄養、私もタンパク質とか鉄分とか毎日取ってるんですね、うん、だからすごいその栄養とか何ですとか食べ物、ニンニクもそうだし、すごく人体ですからね、体の物質なんで気をつけるっていうのもありますが、まあそういうことです。その目に見えないところでのじゃあエネルギー上げていこうかっていう話で、前置きが長くなりましたが、膣口とこの頭の百会と宇宙つながってるんですよ、ダイレクトに。で、膣の中とか膣っていうのは全部お顔とつながってて、膣をマッサージしてないと頭皮がむくみますので、顔がもうボワって大きくなります、うん、で私ですらもちょっとしなければ多分もうおたふくさんみたいな顔になります、すぐに、うん、だけどやれば足とか体もシュッて流れます。はい、やっぱりその膣マッサージした後ってお風呂の中とかで私よくやるんですけど、そうですね、短時間でもやっぱりマッサージした後ってお腹がこうむくんでてもシュッてなんかなってるんですよ、うん、で私結構瞑想状態でやるんですけれども、その時もなんか目を開けたら開けるごとに足がちっちゃくなってるっていうか、そのむくんでると座りっぱなしとかね、疲れてる日があるともう その場で、はい、もうその日のむくみはその日のうちにみたいな感じで、膣内でそういう風にうまくやることでですね、むくみが取れます、うん、で基本的には振動を与えようということを、私はその、変化をいち早くシャッて表せるっていうところでは進めてますし、あと、ワンドもとってもいいです。ワンドもベテランさんとかなってくるといいと思うけど、最初私振動を結構おすすめします。なぜかっていうと、やっぱりこれまで言ってきたようにみんな結構むくんでるからです。溜まってる人にじわじわやったらもう痛いしあれなんで、最初は揺らしてあげてやるとすごく流れやすいということですね。でそれもきついっていう方のための今日は動画です。うん、でも元気もないしやる気もないしやる暇も取る気もないし、もうそういうなんか空間とかそういうことするなんか気力が湧かない、うん、時ってありますよね。じゃあその時にもやれるなんか手があったらいいと思いません？で私それはねやってて、何かっていうと、マッサージ機やりますよね。マッサージ機、肩のマッサージ機とか電気、マッサージガンとか
で、そのマッサージガンとか、とか振動を与えてくれるものです。うん、あのダイナミックにね、そう。で、それを、あとね、タオルとかでやってる人もいるんだけど、私はもうね、早い、効く、簡単、そう、で、やりやすい、人がいてもできるっていうのがあって、タオルワーク正直めんどくさいと思っちゃった、私は。そう。で、うまくできるか分かんないなって思って、あと、効果はなんか弱くないかなと思ったっていうところですね。そう。だからそういう感じなんで、あの、膣の入り口ね、をもう全体的にこう、膣の入り口こうあるとしたら、もうマッサージ器を当てて、ブルブルブルって震わしてほしいんです。うん。だから骨盤底筋ですよね、言うと。ここにある筋肉にアクセスする。この中をほぐして、ちょっと行きづらいよっていう方に、この、もうできる限りでいいので、結構、こう、押し付けるじゃないですけど、このちょっと、まあ、あんまりクリトリスを意識すると、ちょっと刺激が強くなって、うってなっちゃうじゃないですか。だからそこを、まあ、いけないとは言わないけども、その、マッサージの観点で、ちょっと集中して話しますね。うん。で、そうすると、この下、栄陰の方とかね、全体にこの、なんていうかな、ま、足が生えてますよね。その付け根のところとかまで周辺こう当てていきます。で、しばらく慣れてくると、頭皮、目を閉じてね、感じてほしいんですよ。マッサージしながらね、横に寝そべってほしいです。うん、もしくは、ソファーでちょっとこう横になって、こうするか、後ろからでもできるし、うん、服の上からでもこれできるんですけど、直接やった方がもっと感じれると思うんだけど、もうね、膣内をやるよりも膣口周辺をそって電気でマッサージ、振動を与えることによって、もうね、冷静に頭にグン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 ってね、血流がブワンブワン流れていくのが分かります。やってみてください。膣の中もつながってるんですけど、膣口っていうのはもう全部何にもつながれることができるので、そう、ここにこう当ててあげると、もうここにすごい血流が、流れて、ここが止まって停留してブヨブヨになってる頭ですよね。うん。で、それがガンガン流れていく。つまり血流っていうのは気でもありますから、気が回転し始めるのがもうすごいわかる、体感できるマッサージなんですよ。そう。もちろんその膣内のマッサージも流してあげれば、もうごっそり顔が変わりますけれども、あと選ぶ服とか、そのやってみることが自然に変わる、気分が変わる、もう勝手に動いていくんで。だけどこの膣の入り口、膣口です。もう服着たまま、服の上からでもできる。うん。そうで、マッサージ機買えばいいだけ。あなたがすることは、Amazon でポチッとマッサージ機がないならば、それを買って、もしくは家にあるやつ持ってきて、もう家族がいても腰のマッサージするふりして、後ろからちょっとブーッと当ててでもいいんですよ。そうそう。もしくはもう寝る前とか、うん、とにかくその人がいてもできる、もうそういうね、できちゃう。腰のマッサージするふりして、後ろからでも当てられるじゃないですか、永遠って。うん。で、それでね、まあ、それは人を相手、どうしても時間がないとか、本当にそういう気になれない人の、本当に本当にそういう気になれない人のふーんみたいな感じのやり方ですけど、そうじゃないよっていう方は、寝そべってそのマッサージをやってほしいです。ダイレクトに当てるか、下着の上とか、まあ、服の上に当てて、横になってみてやってください。そしたらね、頭にグーってその振動、気がね、しばらくするとね、すごい、あの、流れるのが分かるんですよ、ぐんぐん。で、そしたらそれがそのまま宇宙に行って、あ、つながってて、それを動かしてる、うん、宇宙のつながって稼働をつなげるっていうのに、あの動かしちゃったな、動かし始めちゃったなっていうのが分かります。だからメディテートとしては、めちゃくちゃ普通の瞑想が苦手な人にもすごいおすすめの、男女ともにですね、これは。男性だったら、睾丸の後ろの栄陰のところありますよね。そこをマッサージ機でグーってマッサージしてあげると、男性もここの頭皮に、血流がいって、ガッチガチ、思考でガチガチになって、電磁波も浴びてガチガチになっちゃった頭がムワッてスキッとします。エネルギーが巡り出すんで、体もホカホカするし、で、好転反応でその日にちょっと、体温とか体が、疲れやすい、ね、寝づらいとか、ちょっと気分の変調とかがあるかもしれませんが、続けてやってください。それ、水いっぱい飲んでください。そしてお風呂にも使ってほしいですね。そう。
やっぱりね、その食べ物で、エネルギーをある程度高める、ニンニクとか、牡蠣ですかね、牡蠣とかそういうもので、私はもうプロテインをきっちり毎日 30g ずつ取ってまして、毎食ね。であと鉄分ですね。鉄も取りすぎたらダメだっていうんで絶妙なんですけど、とにかく鉄、そういう風にやってる。だから必要以上に波動が落ちないんですよ。で、日本だったらいろいろありますよね。私日本にいる時はレオピンとか飲んでまして、あれギャンって上げてくれるんですけど、価格がまあそこそこするっていうのもありますけど、とにかく人間っていうのはそのいろんなことをしていくとかやることとか、ある一定のここにいる人、波動がここにいる人、ここにいる人、ここにいる人っていうのでも分かれてると思うんですよ。それをだから体力の差とかも言ったりしますけど、私はね、体力の差とかじゃでもない気がします。この辺すごく体がバンバン動く方とかもいらっしゃって、その方のマッサージとかもしたことありますけど、意外と冷えてるしすごいめいってたりとかするので、だからやっぱりその、自分で上げていける、自分の体を使って上げていけるっていうのが一番いいですよね。血流ですから、結局は血流を回転させてる、いくための全てのアセスメントなんで、ちょっとね、自分の体に全てに神様がくださってるその栄陰の周辺、まあ女性はもう完全に膣口、膣の入り口、はい、を揺らしてマッサージをして、頭皮の震えとダイレクトにつながってるの分かるんで、そしたらエネルギーがこう流れていく、その流れっていうものをみんなが体感できるので、そう、これまでね、なんか結構霊気ヒーラーさんとか私とかもそうですけど、そういう特別な人だけが気の流れを感じれるみたいなところあったんですけど、もうその時代は多分もう終わってて、みんなが思い出すっていう時期に来てるから、こういう話もできてるんだと思います。もうすぐこの動画見て、今私のチャンネル登録したりしてくれていたりとか、これを見てくださってる方、この後 Amazon 行ってください。もしくはそのサイトとか行ってマッサージ機、そう、手頃なものを買ってください。で、届けますから、もう受け取ってやるだけ、簡単、超絶楽です。そう、それでいいんです。それでいい気分、そう、あら簡単、それでいいっていう感じ。だから結構その辺の許可も下りてない方が苦労してきてるような、なんていうかな、昭和っていうか、なんかそういう感じがどうしても残ってたりするかもしれない。だから変わっていってるので、簡単早い、もうパンと上がっちゃうみたいな時代になってってるから、はい、私みたいなのが喋ってるわけですよ。だからやろそう、やってみてください。もうね、コメントしに来てほしいです。もう直接なんだったらインスタもやってますので喋りに来てほしいですし、そうそうそう、みんなでね、お話のシェア会とかもやったりするので、ぜひお声掛けいただきたいなと思います。で、これは男性もできるよっていうこと。ちょっとね、その宇宙とね、頭とつながってメディテートしたら前日何が起こるか、そう、ラッキーなこと起こるかもしれないですよね。そういうワクワクのバイブスも波動が上がっていく一つの大切な要因なので、今日お話ししました。ではぜひやってみてください。また次の動画で話しますので、ご期待ください。リクエストもお待ちしてます。それでは、今日ありがとうございました。チャンネル登録といいねよろしくお願いいたします。バイナラ、ありがとう。